済んだ。その上頭も優秀だい。怖いものなどあるもんか。でもでもママはたまに言う。勉強しなさい。宿題済んだの？危ないところで遊んじゃダメよ。だから僕たちちょっぴりちょっぴりちょっぴり尺なんだ。ちょっぴりちょっぴり尺なんだい。狼少年剣の多分エンディング曲のポッポとチッチの歌を、私オタレレが記憶を呼び覚まして歌ったものを聞いていただいてありがとうございました。狼少年剣1963年から65年、スタッフを見ると東映動画のむちゃくちゃ大御所の方々が携わっておられるんで、ネット配信とか条件が整ったらぜひ見たい作品です。ですが私が生まれた頃にはもう放送が終わってましたので、テレビ放送見たことがありません。さっき言った記憶というのも、家にあったそのシートで聞いたんですね。私が生まれる前のそのシートが何であったかというと、何であったのとさっき練馬の母に電話で聞いてみたら、古本屋で買ったと、そういうことでした。そのシートって何かわからない人はググってください。または私オタレレのシルバー仮面の歌の動画で説明しています。珍しく宣伝ですが、なんで急にこの歌を歌いたくなったのかというと、今朝夢で聞いたからなんですね。歌ったけどよく覚えてないからググってみたけどわからなかったっていう夢で、目が覚めて本当にググってみたけどやっぱりよくわからなかったという朝夢でした。ネットの時代になって大抵のことはわかる、大抵のことはわかるんですが、2021年現在、1963年くらいの情報はあんまりないってことですかね。1963年ぐらいのことを懐かしいと思う世代は今何歳ぐらいかと、計算してみると、まあ、60を過ぎた方かなぐらいには思うので、その方が情報をまとめたり発信したりするっていうのは厳しいのかもしれませんね。私はなるべく頑張ります。さっきググってもよくわからなかったって言ったんですが、曲名と歌詞は分かったんです。歌ったよりもっと長い歌だったんですが、歌詞を知らない部分のメロディーは分からなくて、まあ、私の記憶の中のそのシート版ということは、私の記憶の中のそのシート版ということで、そこは勘弁してください。そのシートね、まだ練馬にあると思うんですが、捨ててないのでね。でも聞く方法が多分ないですね。あと、さっき歌った部分でも一部歌詞を間違えております。知った時にはもう撮影した後でしたので、本来なら撮り直さないといけないと思うんですが、ちょっとこの歌を歌うのが恥ずかしくてね、気持ちを高めるのがもう日曜の深夜なんでもう無理なんで、すいません、断念しました。作詞の飯島隆さんは東映動画のプロデューサーとして、また当時の子供の必読書テレビランドの初代編集長とのことです。もうお亡くなりになっていますが、飯島隆さん歌詞を間違えてしまい大変申し訳ありません。